ライブは本当に疲れますね。でも美容体操になっていいななんて。女優業はたくさんやりすぎてしまって、なんか歌の方もすごくやりたかったんですけど、できなくて、なかなかチャンスがなくて、年を忘れて仕事を忘れて一緒に踊ろう。歌手としての彼女は Kazue Itohとちょっと名前の響きが変わります。8月21日にはシングル Another Face、 そして9月21日には同じ Another Face というタイトルでアルバムもリリースされます。